こんにちは、あブないひろしです。今日やることは、の前に、なんだ。子猫の学習能力がすごいあ,あ、そう、えー。1月1日の日にですね、夜にですね、我が家に2匹の子猫が迷い込んできてですね、寒い夜でした。で、もうちょっと大きい、なんか、猫に扇導されて、その猫も多分、ノラだと思うんですけど。 えー、もう片手に乗るぐらいの小さな子猫だったんですけどそれがですねすくすくと育ってだいぶ人間にも慣れてきたんですけど最近あのドアを押してですねあの出,て出ていくというか部屋に入っていくって言ってもいいんですけどを学んだんですね。も,もちろんガチャンってあの鍵かかってればもちろん開けられないんだけどちょっとやや半開きぐらいの。 ちょっと人間の手で押せば開くぐらいの感じになるともう全然問題なく。それで、もうギリギリでもなんかこうしがみついてそのままこう体重かけてですね。あの、ドアを通っていくんですね。誰に教わったんだって誰にも教わってないんだけど。だからすごいなと思ってますが。で、我が家には子猫が2匹いますというのは、出会い図公文で書かなくちゃいけないよというのが今日のポイントなんですね。はい。それでは行ってみたいと思います。 第26番。あるいるを考える。えー、これですね。はい、問題1。早速英訳いきたいと思います。今朝早く、与太郎からあなたに電話がありましたよ。何か相談事があるって言ってました。まあ、状況がよくつかめないんですけど、多分、老夫婦の会話。で、これ与太郎くんなんですけど、まあ、息子の与太郎が朝早くお父さん、あんたに、 電話があったと。なんか相談事があるって多分、大学生かなんかで、今月もうお金ないんで送って、みたいな、そういう話なのかなというふうに、僕個人は、あの、読みましたけど、まあ、勝手に自分で状況を想像して構いません。この緑色のところがですね、えー、ありました、あるのところは、どういうふうに訳したらいいだろうか。えー、これがポイントです。じゃあちょっと時間取りますから、えー、考えてみてください。 はい。できたかな前回の復習をですね、ちょっとしたいと思います。前回の動画を見てない人もいると思うので、こんな感じでした。前回、ある、いるというのは3通りあったと。一つ目は、その、ある、またはいる名詞が主語になって、B 動詞でつなぐと。で、まあ、これは現在形になってますけど、まあ、過去形とか未来形とかいろいろありますが、この青い点々点は場所ということですかね。これは 1> 第1通り。2番目は、出会い図公文で、えー、あるいるの名詞はここに来ると。ということで、出会い図公文。で、3、えー、番目はと、人間とその、あるいるのものの関係ですから、えー、お金があるとか、えー、ガールフレンドがいるとか、えー、そういう形の場合は、その、愛なり言うなりでなり、まあ、ここ人間が来て、で、ここのところに、 こ,このあるいるものが来ると。要するにハブを使う形ですね。この三通りがあって、どれ使ってもいいよっていう話ではない。これは全部あの違うんですね。使える場面が。まあ、それをちょっと、えー、深く考えていこうかとで。前回の復習ですが、まず一つ目、主、え、語、ー、にボンってこう持ってきて B 同士の場合、例えば、えー、大統領はホワイトハウスにいる。 大統領はホワイトハウスにいる、これですね。まあ、アメリカ大統領のことですけど、えー、どんな文になるかって言ったら、この名詞が、The president, P 大文字大統領 is in the White House。え、uh, White House もここは大文字になりますね。簡単な文だと思います。もう一つ例文。君の願書はその机の上にあるよ。えー、願書という単語ちょっと難しいですけど、Your application form. is on that desk. 願書っていうのはアプリケーションフォームっていうんですね。それがあの机の上にあるということで、このパターン。これが一つ目のパターンでした。二つ目のパターンは出会い図公文を使う場合ですね。家の屋根には数匹の猫がいた。これです。我が家には二匹の子猫がいる。このパターンですね。There were Several cats on the roof of my house. これは、there is c 文で言うと。で、こういう文を書いたらどうなんだと。えー、several cats were、これは、あの、一つ目のパターンですけど、三角がついてるのは、まあ、普通は使わないよと。普通は使う。普通は there is c 文にするんだよと。え、じゃあどういう基準っていうことになるんですが、 もうすでに特定のものとして、聞き手または読者が了解しているものの場合は、一つ目のパターンでそのまま主語に置けばいいけど、新しくここに数匹の猫っていうのは、新しく登場してきた概念というか、ものというかなので、その場合は、there is 構文を使うことになってるわけです。すでに、 本文に登場している奇出のものであれば、出会い図公文ではないんですけど、新たに初登場、その文脈に初めて出てきた名詞の場合は、出会い図公文で何々がある、何々があったというような言い方にするということ。だから、この言い方は、うん、まあ、くないということですね。だから3番目。これ、例文的には、 金かああ金は今あるよみたいな感じですね <laughs>、えー。金は今ある。I have some money now. これ、愛っていう要素は日本語にどこにも書いてないんですけど、でも英語的には私と、まあ、行くばくかのお金との関係が所有する、される関係だから、I have some money っていうふうに言うわけですね。これ、Days 公文では言えないよね。Days money now.Days money っていうのは、 この地球上のどっかの特定の場所にお金が存在するって、それは銀行の金庫の中にはうなるほどお金が存在してるのかもしれないですけど、だから意味がないですね。There is money っていう言い方はね。前半と後半とちょっと分けてみました。前半は電話がありましたのところですね。ここがポイントですが、回答としてはこんな感じになります。Early this morning, Yotaro called you. 英文を見ると、あるという要素はないよね。与太郎があなたに電話をかけてきたって言ってるだけですから。だからこれ日本語と英語とでかなり文の構造が違っているということですかね。えー、丸の数が1個減ってますが、こういう言い方もあります。Early this morning, there was a car for you from 与太郎。これなんかビジネス、会社であれば、 取引先の丸抜商社からあなたに電話ありましたよっていう言い方であればこれで OK ですけど、えー、さっき言ったように与太郎はこの老夫婦の息子だとすれば、まあ、やや不自然と文法的に間違ってるのではなくて場面的にやや不自然ということで丸が1個減っているとそういうふうに考えてくださいはい後半部分何か相談事があると言っていました相談事がある さあ、このあるはどうやって表現するんでしょうか ?He said he had something to talk over with you. 相談後と something to talk over with you. なかなか言いにくい、ね。あの、言えない表現かもしれない。簡単な単語ですけど、talk over with you。後でちょっと解説します。それからこの緑のところ。今朝の段階で 相談事があったわけですから、英語はそれぞれの動作の時点で、あの、時勢が決まってくるというところから考えれば、えー、朝の時点で相談事があったんだから過去形だと。まあ一般的には、セッズ、主説が過去形なので、このダットが省略されていて、このダット説の中は時勢の一致で、こっちが過去形だったらこっちも過去形だというふうに、なんていうかもう、 自動的に無条件で覚えている人もいると思いますけど、一応それぞれの動詞がそれぞれの時点を指しているということから考えれば、えー、言ったのは過去、今朝、ね、えー、相談事があったのも過去、これは今朝ということになるわけですが、今朝から今、例えば今午前、午前10時、ね、午前10時、電話があったのは午前6時半、えー、その間4時間半ぐらいしか離れてない、 えー、相談事が解決したんだろうかまあ普通相談事を解決してないよね。だから今、えー、依然として相談事を持っているわけですから、じゃあ現在形で言ってもいいと。っていうか現在形で言う方が普通かもしれないですけど、まあどっちでも良いと。こういうことですね。えー、別の回答を見てみると。He said he had something to discuss with you. はい、えー、相談事、something to discuss with you. えー、こういう言い方になってます。さあ、それでですね。よくある間違い。まず、何か相談事っていうのは、まず英語で相談事って、そういう便利な名詞があるわけではないんですね。だから、えー、あなたとちょっと話し合いたいことみたいな言い方に、まあ、するしかないということで、えー、something to talk, なんとか over. with you.talk, なんとか over ーーっていうのは、えー、何々を、えー、と相談するのを意味で使うと。星のじる星印が talk over ーーの次っていう可能性もまあ,あります。talk over ーーっていう熟語というふうに、あの、くっつけて考えることもできるんですが、普通相談する場合は talk, なんとか over ーーっていうのが普通の言い方と。それから、えー、2番目の回答で出てきた something to discuss with you. これは discuss something. 何かについて、えー、討論、論議する。何かについてですけど、about はないって。これはまあ入試英文法のまあ一番の基本的なことですかね。discuss の後ろに about は来ないよというのは、これも、えー、動詞の合法で覚えておかなくちゃいけないことで discuss something の something が前に飛び出た。で、この2以下がこう前に関わると。こういう文の構造になっている。 また、something to talk with you about.about about 星印はトークの直後に持ってくる可能性もあるね。something to talk about.something to talk about.with you. これでも OK ということですが、こんな感じです。で、これって中学の時にやった何か飲み物とか何か食べ物とか何かやったよね。something hot to drink. 何か あの、熱い飲み物が欲しいみたいな、そういうパターンやったんでしょう。これは drink something っていう悟空の something が前に吹っ飛んで、to 不定詞でこうかかるっていう、あの、不定詞のこう形容詞的用法というところでやったと思います。日本全国全員やってるよ。<laughs> 不定詞の形容詞的用法っていう、まあ名前を教えてもらってるかどうかはちょっとわかりませんが。 Discuss something with you は誤法に注意しなさいよということで、ここ about 入らないよと。でもあなたとの場合は with が必要だと。こういうことですね。これよくある間違いでさだから与太郎から電話があったっていうやつですが、これは二つツが出てきましたね。There was a telephone from 与太郎。There was a telephone っていうのは電話機が一台あったの意味にしかない。ならないですね。電話機が、要するにハードが 電話機が1台ありましたよっていう意味にしかならないので、これはダメだと。えー、there was a telephone call. これ、call が入れば通話という意味にはなるんですけど。2番目、it was Yotaro's call. It が何を指すのかよくわからない。要するに指すものはないということですね。3番目、そして4番目。この2つは同じなんです。there was Yotaro's call. There was、uh, the call from your t a r o 文の後ろは、初めて登場した不確定、不特定の名詞。つまり、t h e r の後ろは、あがついた言葉しか来られない。There was an apple on the table. テーブルの上にリンゴが1個ありました。リンゴは初登場のお言葉なので、t h e r の後ろにあが、an apple がつくと。漢詞のあがつくと。 The c a とか。これ所有格は t h に準じるので。これはすでに、えー、他と区別されて、あの、決まっている特定な名詞なんですね。その特定の名詞は bear is 公文の後ろには来られない。えー、これが重要なところで。だから、b u がついてると。結局のところですね。回答を、まあ、前半後半くっつけて、ちょっと見てみると、こんな感じです。ちょっと読んでみますね。Early this morning, 与太郎 called you. He said he has something to discuss with you. 書かれた文は超簡単だと思います。えー、だから、えー、間違いなく書ければ良いということですかね。はい、どちらも人間主語で他動詞の文。実はこれ何気に言ってるんですけど、この雑談 A 作文第1話からですね、えー、僕が言ってきたのは、まあ、ここに尽きるわけです。主語は人間だぜ。 動詞は他動詞、つまり、後ろに青い部分、えー、これを目的語って言うけど、日本語で何々、おとか誰々、おなんですけど、通常はね。まあ、電話をかける場合は、あなたに電話をかけるにになるんです。まあ、通常はおなんですね。で、与太郎は何かを持っているわけね。あなたと話し合いたい何かを持っている。つまり、赤、黄色、青。えー、人間、主語。で、他動詞。 そして目的を、えー、これ、この異形にはめ込むと不自然な英語になることは極めて少ないと。で、入試英作文においては、失点を極力防ぐというのが最大原則ですから、まあ、このい方にはめ込めようと。もちろん、無生物主語というのもあるよと、名前がそっついてるぐらいだから。でも、極力これだっていうのが、 この雑談英作文の今までの主張ということでした。えということで今日はこれにて終了また次回よろしく